どうもこんにちは、クロネタです。今回もアームズ伸びる腕試しやっていきたいと思います。いや、前回は結構苦戦しちゃったからね。今回もパーティーマッチでやっていきましょう。今回はそうだな、一番ちょっと気になっているこの子、メンメンでいきましょうか。お、もうマッチングした。早くない？あ、してないわ。俺右下の方だわ。俺余っちゃったな。一人余っちゃってるね。あ、これ、他にマッチングしてる人が攻撃受けると、ああいう風に赤く表示されるんだ。わ、よくできてるね。さあ、マッチングされました。これはまた、3人でバトルだね。いやー、前回挟まれたからね。さて、ホットリングとドラゴンで行きましょうか。行きましょう。よっ。ドラゴン行けー。ほっ、わー。やっぱ安易に投げちゃダメなんだな。こっち見てるね。待って、なんか2対1に。危ねえ、危ねえ、危ねえ。ドラゴン行け。お前、お前こっち見たな、この野郎。なんか待って、俺はすごい狙われてない？俺すごい狙われてるね。ちょっと なんでこんな狙われてんの俺。よし。お前なんでさっきこっち攻撃してきたんだよ。よいしょ。危ない。いけ、ドラゴン。当たらない。で、この子はこうやって蹴りで相手のパンチを落とすこともできるんだよね。相手できなかったけどね。ここにいると回復なんのか。いて、まあ、また挟まれてる、また挟まれてる俺。お前、よいしょ。タイミングをずらしてからの攻撃、これ使えるね。よし。ほら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 、なんか違うやつが、違うやつに当たった。うわ、やべ、また負けちゃう、また負けちゃうよこれ。お、ナイス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 。よし、勝負と行こうぜ。あ、マジか。あー、それすげえ食らうな。いてててててて、たたたたたたた。うわー、うまい。また途中挟まれちゃったな。てか途中2対1にされたのきつかったな。ああいう感じでどんどん狙って変えてを変えてかなきゃいけないね。まあ前回もやってて思ったけど、結構当てるのが難しいね。ちゃんと曲げたりしていかないとダメなんだな。さあ、お次はどうなるかな。できればね、1対1をやりたいんだけど。お、来た。これは2対2の、あ、バトルだね。さあ、味方はリボンガール、相手はメカニッカとミェンミェンじゃない。俺の味方がミェンミェンか。これで行こうか。あ、待って、こっち壁際。あ、いて、待って、あ、なるほど、あんまり移動できないんだね。なるほどなるほど、だからこんな移動できねえのか。よし。あっ、うわ、なんだ、うわ、よいしょ。うわ、あ、移動があんまできない。ゴムみたいな引っ張られて移動が全然できない。味方強えな。よし、捕まえて。よいしょ、あ、やられた。なるほどね、味方に引っ張られてそこまで移動できないんだ。なるほど、そこまで考えていかなきゃいけないんだ。味方すげえ強えな。ごめん、先にやられてしまった。あ、捕まって、ああ、いや、これ2対1になるとひどいことになってるね。いや、もう全然最初攻撃かわせなかったな。味方と反対側の方にあんま移動できないんだね、これ。お、強っ。
待って、これダブルドラゴン結構強いのでは。ちょっと俺も次使ってみようかな。味方頑張って。お、うまー、この人、この人うまー。こんな風に戦いたいな。勝利です。まあ、味方のおかげだよね。俺何もやってないもん、足引っ張っただけ。ごめん、申し訳ない。でも今ので学んだことがあるからね。まあ、次それを生かしていきましょう。お、1対1か。ちょっとダブルドラゴン使ってみようかな。面白そう。隙はでかいだろうけどね。こうだね。ダブルドラゴン。結構遠いんだな、ここ。あ、いた。よしよしよし。おっと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 。うわ。あ、なに？あ、マジか。うまいな。まあ、多分俺が下手なんだけどね。オッケーオッケーオッケー。あ、これ強っ。よしよしよし。あ、いてててて。なるほど、アームが壊れてると動きも遅くなるんだね。いた、まともに食らってるな。あ、マジか、負けた。うわ、これ俺向いてないのかな。いや、マジか。でもダブルドラゴン面白いな。結構食らっちゃってるね、まともに。なかなかだな。いや、難しい。これはもっと練習しないといけないな。もう相手の攻撃をかわしたりするのにも必死すぎて何もできてないな。さあ、相手はどう来るかな。こっちはダブルドラゴンだぞ。ちょっかい出していこうか。うわ、あ、ジャンプしちゃった、間違えて。加戦するぞ、加戦するぞ、マスターミイラ。俺はもうこういう戦い方でしか生きていけないかもしれない。よし、うわ、終わ、よいしょ、吹っ飛べ。さあ、ドラゴンが太くなりましたよ。うわー、待って、うわー、加戦するぞ、加戦するぞ、メカニッカ。さっきからプレイが下水んだよな。いけ、うお、キャンセルされるんだこれ。おっと、気づいたか、こちらに気づいたか。お、やめなさい、やめなさい、やめなさい。2対1やめなさい。痛い痛い痛い。加戦するぞ、マスターミイラ。よし、ナイスな、マスターミイラ。さあ、勝負をしようか。下水な。よいしょ、うわ、捕まえて。よいしょ、飛べ。起き上がりに当たらない。うわ、マジか、それ当たるのか。やばい、で、来ないよ、当たらない。おらおらおら、叩き込め、叩き込め。あ、終わった。あ、負けた、体力少なかった。いやー、にしても下水戦い方をしたな。結局負けたけどね。ひたすらもう一人になった方を狙っていくっていうね。よっしゃ、やっとマッチングされました。相手は DNA マンだね。いやー、なかなかに難しいな。俺もずっと難しいしか言ってない気がする。ダブルドラゴン、もっと冷静にいかないとね。
ダブルドラゴン。ダブルドラゴン、すごい竜が荒ぶってる。アームズ。あいつ動き方面白いな。あ、待って、捕まん、それ捕まっちゃうんだね。よいしょ。よいしょ。よし、捕まえて。オッケー。ドラゴン。あ、落とされた。よし、危ね。やべ。おお。うわ。いけ、ドラゴン。起き上がりを狙え。あ、無理だった。結構無敵時間長いのか。よいしょ。タイミングずらして。待って、こっちに来てる、こっちに来てる。よし。あ、落とされた。ほら、あ、それ強いね。あ、でも勝った。よっしゃ。よくわからないまま勝った。でも今なんとなくうまく戦えたんじゃないかな。気のせいかな。もっと落ち着いて相手の攻撃を見ていかないといけないね。さあ、では次の試合を最後にしましょうかね。すげえ殴られてる。さあ、これは1対1のバレーボールか。いや、最後バレーボール？ちょっとそれはなどうしようかな。これやってもう一戦誰かと戦いたいな。アームズ。よいしょ。よいしょ。あ、そうなるのか。あ、待って、攻撃のタイミングが遅いから、これダブルドラゴン向いてないかもしれない。早めに攻撃、早めに攻撃。よいしょ。あ、そう、あ、やばい、ダブルドラゴンだとこれバレーボール向いてない。あ、待って、向いてない、向いてない。よいしょ。よいしょ。危ねえ。よいしょ、よいしょ。あ、待って、落ちる。あ、うわ。やばい、これすごい不利だ。よいしょ。あ、待って、落ちて。あ、ちょ、うわ。やばい、これは普通に負ける。あ、ダブルドラゴンの弱点だ。うわ。ダブルドラゴンバレーボールだとめっちゃ弱い。こういう時は手数が多い方が有利なのかな。早速弱点が見えてしまったな。期待期待値。これをやって今回終わりにしましょうかね。相手はマスターミイラ、ダブルドラゴン。さあ、相手はどうなるか。お、いきなり来たか。逆に捕まえてやるよ。よいしょ。よいしょ。タイミングをずらす。よし。お、両方ともいけ。よいしょ。危ね。おっつ。よいしょ。いけ、ドラゴン。ぬ、おっと、捕まった。やばい。うわ、やばい。それは辛いんだ、それは辛いんだ。こっちも行くね。ダブルドラゴン、これ強いな。必殺技感のダブルドラゴンがすごい強い。はい、というわけで今回はここで終わりにしたいと思います。次回もう一本動画あげようかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。